モさん。はい、こんにちは。たまごチャンネルです。今日はですね、前にコメントでいただいてたんですけど、ラップで、たまごさんが、こう、ラップをしてるとどうするのか、みたいな、そういう動画を上げてたんですけど、それをですね、ラップを少し強くしたら、どうするんだろうということを、コメントいただいたので、今日はですね、ちょっと、二重にしてみて、たまごさんの、この強靭な顎でですね、破るんじゃないかなと自分は思ってるんですけど、ちょっと今からこれをラップしようと思います。タモコさんもご飯欲しくてですね、泣いてるんで、ちょっと急いでやります。準備します。はい、今準備が終わりました。こちらのポリラップをですね、二重にしてます。はい、結構硬いんで、タモコさん、どうしますかね。匂いはしないと思うんですよ。漏れないかなと思うんで。まあ、でも見た目がですね、もう僕の餌だよ、だよ、みたいな顔してるんで。場所はバレてるんで。どうするかな。タモさんお座りは、タモさんお手は、タモさんお手は、お手。タモさんお手は、あら、おかわりや。タモさんお手は、そのお手よ、おかわりは、はい、はい、どうぞ。タモさん、ここあるよ。タモさん、ここあるよ。あ、トモさん、ここご飯食べていいよ。はい、トモさん、どうぞ食べていいですよ。ダメよ、それは。向こうにですね、これの残り半分を置いてるんですけど、そちらを狙いに行こうとしてましたね、今。タモさん賢いね。タモさん、それはダメよ。こちらを食べてください。タモさん、タモさん、ほら、ここ、ここ。ちょっと匂いを、穴を少しだけ開けて匂いを出してみようかなと思います。匂いがしないかもしないんで、ちょっと反応薄いかもしれないですね。ちょっと怒ってますね。ちょっと画面外で噛まれてます。ちょっと準備します。少しだけ。タモさん、行くよ。ほら、匂いがするよ、タモさん。もう穴開いてますね。
少しだけ穴を開けてそこに舌を入れて食べてますね。けど食べにくいみたいですね。エアで食事してますね。少しずつ穴が大きくなってます。諦めました。トモさん諦めました。さすがに二重だと容易には開けれなかったみたいね。ぐちゃぐちゃにはなってるんですけど、この穴から食べましたね、少しだけ。かわいそうなんで全部開けてあげたいと思います。ちょっと開けます。トモさんごめんね。はい、どうぞ。怒ってますね。たまごさん、たまごさん、はい、ごめんね。はい、どうぞ食べてください。美味しいですか。結果としてはまあ何とも言えない、まあ面白い反応を見れたかなと思うんですけど、ちなみにですね、たまごさん20ぐらいだと簡単にいけるだろうと予測してアルミホイルをですね準備してたんですけど、アルミホイルはですねもう今回はなしと。あまりするとですねちょっとストレスを感じて機嫌も悪くなるしですね、適度にこういうのは適度にした方がいいかなと思います。
以上で動画の方終わろうと思うんですけど、コメントで、まあ、できる限り、まあ、できないものはできないんですけど、できる企画とかあればやろうかなと思うんで、コメントとかいただけたら嬉しいです。はい、では玉子さん、バイバイ。美味しかった？はい、ちょっと機嫌が悪いんで今日はバイバイはしません。ではご視聴ありがとうございました。